ド素人が予想して格闘技に金かけてみた。今日はライジン46にかけます。もうかけました。 B ベットでかけているんですけども、1600ドル入金するつもりだったんですけども、なんかね2回やっちゃったみたいなんですよね。3200ドルも入金しちゃいました。 B ベットカードでやってるんですけども、一旦入金したお金はね、何かしらにかけて配当を得てからじゃないと払い戻しできないんですね。それはカードの枠をね現金に変えるという行為を防ぐためでもあるんでしょうけどね、マネーロンダリングを防ぐ意味合いもあるんでしょうかね。それで3200ドルかけちゃいました。1600ドルだけかけるつもりだったんですけども、もうかけるしかないのかなと思って、井上直弥対練り戦にかけてもいいなと思ってたんですけども、昨日の時点でねまだ B ベットに井上練り戦のベットなかったんですよね。なのでねもう井上練り戦 B ベット扱わないのかなと思って、まあ、とりあえずかけないと払い戻しできないし、来月のカードの支払いできなくなるから、あ、ものすごくきつくなるから、まあ、いくらかでもね現金化するような方向で進めた方がいいんだろうと思ってね、もう全部買っちゃいました。あんまりベラベラ喋ると編集大変なんで、早速予想の方、そして買い目、買った金額をお知らせさせていただきます。まず第一試合、高木亮対西谷大成。高木 1.25 倍、西谷くん 3.2 倍です。そんなに差あるんですかね。西谷くん 3.2 倍だったらね、私西谷くんでいいやと思っちゃいましたね。当初100ドル買うつもりのところ200ドル買ってます。番狂わせ起こしてほしいですね。そして第2試合、山本空対ノジモフですね。山本空が 2.7 倍、ノジモフが 1.35 倍です。ノジモフアゼルバイジャン大会で勝ってるっていうことなんですよね、判定でね。私それ全試合見たんですけども、忘れちゃいましたね。なので強かったみたいな印象もないんですよね。オッズ的にも山本さん 2.7 倍ってあればね、山本さんでいいです。山本さんね勝つと思いますね、判定でね。200ドルと4セント買っております。4セントっていうのはね、前回払い戻しできなかった端数なんですよね。それが残ってたので山本さんにプラス4セントかけました。第3試合が中原由紀対ビクター・コレスニック。中原が 2.35 倍、コレスニックが 1.45 倍です。これね、コレスニックの試合ググってみたらね、カフキックものすごいんですよね。まあ勝つ試合だけ見たっていうのもあるんですけども、カフキックで蹴り倒されてた人もいましたからね。ここはねオッズ通りコレスニックの勝ちにね予想いたしました。なんと600ドルも入れちゃってます。なんかちょっと怖くなってきましたね。次の試合、第4試合、ブラックパンサーベイノア対井上優作。ベイノアが 2.15 倍、井上が 1.55 倍ですね。ここはねもう結果分かってます。井上の判定勝ちです。600ドルかけました。ベイノアさんお笑い芸人も一応やってるらしいですね、ウィキペディアの情報によると。でも前回の雷神の時会場をね凍りつかせてましたね。あんだけ滑ってるとね、試合の方はガチッと行くのかななんても考えましたけども、やめました。ここはね井上さんの判定勝ちしか私には見えておりません。第5試合、倉本和也 2.5 倍対ヤンジヨン 1.4 倍です。ヤンジヨンってものすごく礼儀正しい方ですよね。勝率も高くてね、倉本さんあんまりね勝ってるイメージないっていうか、まあググって見てないせいもあるんですけども、前回の試合はね太田さんに秒殺されてましたね。だから相当弱いということではないんですけども、ここはヤンジヨン勝ちでいいのかなと思って200ドルだけヤンジヨンにかけております。次が新龍誠 1.07 倍対イ・ジョンヒョン 5.5 倍です。ジョンヒョンさんも若手でなんか強いかなと思ってたんですけども、こんだけ差あると新龍さんでいいだろうなというか、新龍さんはまあ強いと思ってて
前回ね堀口に負けてますけども、その時も新竜さん買ってたんですよね。まあ今回もう一度ね買うんですけども、 1.07 倍なのでね100ドルしか買ってません。そして日韓対抗戦の3試合目、中島太一さん対キム・スーチョルですね。中島さん 2.7 倍、スーチョルさん 1.35 倍です。スーチョルさんね強いと思うんです。アーチュレッタとやった時もね勝ってましたよね。判定で 2-1 でしたけどね、あの試合はスーチョルさん勝ったと思って私見てました。中島さんは大して調べてないんですけども、スーチョルさんにはかなわないと思います。スーチョルさんはね現在の MMA 界ではね最も中間管理職的な風貌の方ですよね。上司にねきついノルマ押し付けられて、部下にはね気遣ってあんまり強いこと言えなくてストレス溜めてそうなね、そんな中間管理職の方に見えますね。でもね MMA はものすごく強いですよね。ここね余裕勝ちすれば朝倉海とやらせてみたいみたいなね声も出てくるかもしれませんよね。スーチョルさんに400ドルかけました。そしてもうセミファイナルなんですね。牛久潤太郎対太田忍です。牛久 1.45 倍、太田 2.35 倍です。牛久さんはフェザー級のライジンチャンピオンでね一度防衛して負けてますけども、強いということですよね。ラーメン大好きな豊さんにもね2度勝ってますからね。太田さんは前回はね佐藤翔子さんに負けていて、バランスの良い方にはまた負けるんじゃないのかなと思って考えてます。牛久潤太郎に400ドルかけました。そしてメインイベント、ライジンフェザー級タイトルマッチ、鈴木千尋対金原正則。鈴木 2.05 倍、金原 1.6 倍です。これはね試合決まった時から金原買うことに決めてました。ただね鈴木さんはもうものすごいもの持ってるから、鈴木さんに勝たれたらもうしょうがないと、私の考えが間違ってましたと謝りたいですけども、総合力でね金原さんの方が1枚上手で寝技でねフィニッシュもあるんじゃないのかなと思ってるんですけど、どうでしょうかね。鈴木千尋は寝技で決められたこともなかったでしたっけね。打撃ばかり注目されてますけども、寝技もものすごくできるみたいなね、そういう見方もあるようですけども、金原さんまあ決められなくてもね判定 3-0 で勝つような気がするんですよね。金原さんに500ドルかけました。これで3204セント全額かけました。当初の予定ではね少しはね資金を減らすだろうなという覚悟はありまして、1600ドルかけて500ドル以内ね損するかもしれないというようなことは思ってましたけども、それがね倍かけちゃったから、いや負け幅も倍になるってことですよね。ちょっと怖くなってきましたねマジで。円安でカードの決済いくらなってんですかね。50万近く、え、マジか。まあいや全部ずるっと負けるってことはないと思ってます。そりゃそうですよね、全部外れるっていうのはもうそれこそ天文学的な確率になりますからね。全部外れるよりは全部当たる確率の方が高いように思いますけども、まあいやそんな夢見ちゃってもダメなんですけども、とりあえず先ほど申し上げたことが私の今回のライジン46の予想と買い目でした。結果アンサー動画もねライジン終わって次の日くらいにアップできるかなとは思ってるんですけどね、まあ多分次の日にはできるとは思うんですけどね、できればね当日にアップできた方がいいのかもしれませんね。ちょっと編集頑張らないといけませんね。そちらの動画も楽しみにお待ちいただけますと幸いです。それではこの動画はこれで失礼いたします。